秦の侵略戦争を見事に退け、中国地方を日本人の手に奪還したところから再開です。それでは論功行賞を行いましょうか。陸戦でも海戦でも活躍してくれた島津さんには最終党を仮装しましょう。積極的な陸戦で何度も全滅した曹さんには、諏訪を与えましょうか。新興の境共和国には、播磨と、備前と、田島を与えましょう。そして、秋の毛利を再興しましょう。毛利さんには出雲、石見を与えましょう。1791年1月、アイヌの内政は安定してきたので、曹さんの宗教をプロテスタントにしてしまいましょう。ああ。そうですよ、お姉ちゃん。お姉ちゃんがアイヌに広めたプロテスタントを、属国たちにも広めていきましょうね。ああ、おおい。さあ、曹の皆さん。お姉ちゃんの教えを受け入れるのです。あははははは。はい。お姉ちゃんがもっと喜んでくれるように、私、頑張りますね。1794年3月。秦が色を塗られてますね。相手はベンガルですか。あの秦にここまで対照するなんて、この力は侮れませんね。これは、ベンガルさんとお近づきにならなくては。そして、5月14日。秦とベンガルの戦争が終結。講和条件を見ると、朝鮮の解放をはじめ、ロシアやポルトガルにも領土を割譲。これは、ベンガルの完全勝利ですね。こうなったら、是が非でも、ベンガルさんと同盟を結ばなくては。まずは、ベンガルさんと友好度を高めた上で、ベンガルさんのライバルであるメイワールを侮辱して、友好度をさらに高めましょう。見て、こっちに素敵な汚物があるわ。ぐぬぬ。同盟締結にはまだ3足りませんね。ここは資金を提供して関心を買いましょう。これでよし。1796年4月17日。我々とベンガルの間に同盟が結ばれました。これで大国秦も我々に手出しできなくなったでしょう。5月。宋の改修がもう少しで終わりそうですね。次に、島津さんにもプロテスタントを受け入れてもらいましょう。ああ、おおい。そうですよ、お姉ちゃん。みんな、お姉ちゃんの教えを喜んで受け入れてますよ。あはははははは。お姉ちゃんの笑顔のために、もっと頑張りますね。時は流れて、1803年2月、細川が足利を侵略しようとしてるという噂が流れてきました。現当主の勝久2世は邪悪なんですね。ああ。そうですね、お姉ちゃん。細川の魔の手から足利さんを助けてあげるのが、平和の使者のアイヌとしての使命ですよね。あはははははは。まずは、戦争に介入できるように、足利さんとの関係改善を進めましょう。手始めに外交官を派遣して、関係を強固なものにしていきましょう。もう戦争が始まってますね。こうなったら、補助金を与えて、邪智暴虐の細川に対抗する軍事力を身につけてもらいましょう。足利さん、頑張れー。ああ、足利さんが負けちゃったー。これはいけません。足利さんに対して、ウクライナ以上の手厚い支援を。そして、この戦争を諦めるように細川を説得しましょう。細川さん、平和を愛する我々アイヌはこの暴挙を見逃せません。白紙和平に応じなさい。さもなくば平和維持活動のためアイヌはあらゆる手段を講じる用意がありますよ。ご返答はいかに？そうですか、そうですか。平和を乱す細川は成敗しなければいけませんね。我らの沿岸警備隊出動です。12月20日、東海の海戦勝利。
続いて12月24日、津軽海峡の海戦、勝利。さあ、沿岸警備隊の皆さん、細川の海を完全に封鎖しちゃってください。よしよし、完全に封鎖できましたね。あっ、三河の毛利さんがガガガ。足利さんが来てくれたけど、それでも勝てない。4月3日、三河の戦い、敗北。駿河の堺共和国の4万が助けてくれればよかったのに。でも、真正面から戦うと被害も大きいですから、我々は色塗りに専念しましょうか。1804年6月8日、突然の終戦。細川、足利の民族主義戦争は、足利の栄光的勝利で終わりました。足利さんは、宗さんに三河、堺共和国に、越中と丹後を割譲してくれました。そして、足利さん自身は、細川から七州を割譲してもらったようですね。これで、細川と足利のパワーバランスは、互角ぐらいになりましたかね。そして、両家が戦争を始めた時には、白紙和平を強制する形で介入できるように、細川さんとも関係改善を進めていきましょう。これで、日本を平和にすることができそうですね。ああ、さすがは葵やな。お姉ちゃん。これで日本は平和や。お姉ちゃん、お帰りなさい。そして、1821年1月3日、ついに、EU4 の最後の日を迎えました。それではアイヌの歴史を振り返ってみましょう。